県宮崎市の南宮崎駅から内海駅までを結んでいた宮崎交通が運営していた鉄道路線の通称である日南線の前身にあたる当初宮崎軽弁鉄道と称し後宮崎鉄道となった陸路が不便な宮崎市の外交と目され定期航路の寄港地であった内海港への連絡鉄道として大正時代初期に開業したが 内海港が大差しやすいなど港湾条件が悪かったことや開業から10年後には国鉄日報線が開通して海運からの輸送転移が生じたことから経営難に苦しんだ国鉄線に接続する 1067mm 基幹路線ではあったがナローゲージの軽便鉄道並みに脆弱な低規格線路のため長く国鉄との貨車直通ができず 鉄道省に合わせての1925年の自動連結機化もできないと願い出て、鉄道省もこれを認めたほどであった。さらに、大正末期からは、バスとの競合が生じ、沿線の観光開発に取り組むようになったが、太平洋戦争に伴う宮崎県内の交通統合により、競合するバス会社と統合され、宮崎交通の鉄道部門となった。 1950年からは日本で唯一、蓄電池動力による旅客車を蓄電池機関車と共に使用するユニークな取り組みも行われ、自社バス路線に越して南宮崎賃貸間のフリークエントサービスを図った。一方、末端区間の賃貸内海間では小型蒸気機関車が木造客車を牽引する時代離れした古典的な運行もごく。 遅くまで見ることができた。1962年に全線が廃止され、跡地は大半が日本国有鉄道日南線の建設に利用された。この時、電気地駅、飛行場駅、高沢原駅は廃止、白浜駅、内海駅はルート変更により放棄された。この鉄道線の廃止に伴い、宮崎県の私鉄事業者は一旦消滅して、 国鉄線のみになったが、1989年4月28日に、九州旅客鉄道高千穂線が、第三セクター鉄道の高千穂鉄道高千穂線に、転換されたため、27年ぶりに、宮崎県に、JR 以外の鉄道路線が復活した。しかし、同線も2005年9月6日の台風14号に、 被災して休止し復旧せずに2008年12月28日に廃線となり、宮崎県は再び JR 線のみになった。1960年10月1日施行のもので、運賃は1962年現在、谷口による、白浜駅内海駅間の宮崎交通線以降、並行するバス路線は、宮崎駅前に直通し、倍以上の本数であった。 南宮崎駅、田吉駅、飛行場駅、南方駅、マイナス、甲佐原駅、木花駅、曽山寺駅、子供の国駅、ちん尾駅、おりゅうざこ駅、白浜駅、内海駅、廃止時点の、もの。戦術の通り電基地駅、内海駅は廃止されたため、日南線の両駅は2台目に、当たる。廃止時点のもの。電動機を動力とするため、電車の一種とも言える。 一号蒸気機関車一号蒸気機関車が1951年の廃車後、長らく宮崎大学船塚キャンパス内に保存されていたが、同大移転に伴い交通公園に移設されている。定期的に塗り直されているものの、屋外で屋根もないため保存状態は極めて劣悪である。ありがとうございます。